どうも、D チャンネルです。実はここ最近の私デベスはですね、全く時間に余裕がないんですよ。ちょっとバイトの方でとある作業を頼まれましてですね、その作業をこなすためにずっともうやってるんですよ、仕事を。なんでもうこの撮影が終わった後もすぐさまもう仕事に戻らなきゃいけないんで、今日はですね、自分がもう上京した当初からちょくちょく作り続けているパスタ料理を皆さんにご紹介したいと思います。もう作り慣れたやつだったらもうバーって作ってもバーってすぐに元に戻れますから。というわけでパスタの方はいつも通りレンジで茹でてまいります。その間にソースを作ります。そんで最初フライパンにですね、油ではなくこちらのマヨネーズをこのように敷きます。そして火にかけていって弱火ですね、このようにマヨネーズを溶かしていきます。そんでマヨネーズがふつふついってきたら、薄切りにした玉ねぎ、あと今回ニンニクも入れます。普段野菜は玉ねぎオンリーですね、これは。そんで火を強めてしばし炒めていきます。さあしばし炒めて玉ねぎがしんなりとしてまいりました。そしたらもう一個の具材として、戻したわかめ、こちらも加えます。そんでざっとかき混ぜたら、味付けはですね、醤油、これオンリーです。そんでパスタが茹で上がるまでじっくりと火を通していきます。あ、焦げやすいんで今のところ火はごく弱火です。このわかめの磯の香りと醤油の香ばしい香りがすごいいいんですよね、これ。そんでパスタが茹で上がったら少量の茹で汁を加えて、そこにザルで切ったパスタを加えて、パスタにこの汁気を吸わせていきます。なのであらかじめパスタは少し固めに茹で上げるのが理想ですね。そんで水気がだいぶ少なくなってきたら、最後に追い醤油をかけます。煮物みたいに2段階に分けて醤油をかけると確実に味が乗るっていうか、なんて言うんでしょう、まあ、とりあえずいい感じになるんですよ。なので最初の段階の醤油は少々足りないかなっていうぐらいがちょうどいいと思いますね。最後にお好みで一味唐辛子をかけまして、こちらが自分が普段からちょくちょく作っている、なんだろう、マヨ醤油スパになります。それではいただきます。うん、食べ慣れた味。これはですね、味付けは醤油だけなんですけど、玉ねぎを加えることによって玉ねぎから甘さが出て、そんでわかめの磯の風味も相まって、一番感覚的に近いのは海苔の佃煮のような感じなんですよ。そんで加熱することによってマヨネーズの酸味もなくなって、いい感じのコクが残って、非常に食べ飽きない味なんですよね。非常に簡単に作れますんで、ぜひとも皆さん作ってみてください。